もしもし。今回周南市が都会の制作会社に依頼して大洲島の撮影に来てもらったみたいじゃけど、都会もんにここの本当の良さがわかるじゃろうか。大洲島は山口県の周南市というところにある海がとっても綺麗な島でね。大洲島は徳山駅からはたったの23分で着くんよ。意外と近いじゃろう。そんな自慢の島にいろんな人に来てもらおうと思うて、一人で長年かけて厳島神社の参道を整備した人もおる。それにこの島には昔からあるものとかを皆で大切にしようという思いが根付いとる。これってすごいことって思わんじゃろうか。あとな、この島に住んじょる人間はみんなが家族なんやっていう気持ちが強いんよ。やから子供がおればみんなが可愛がってくれるし、愛情をたっぷり注いでくれる。まあ島の子はみんな自分の子供と同じじゃけえね。見てみー、このあどけない顔、ぶち可愛いじゃろう。これからこの島で皆に見守られながらすくすく育っていってね。この島には新鮮な魚がたくさんおって、緑も豊かで人柄もぶちえ。わしらにとって島は自慢の宝物じゃ。今度島に来てみんかね。レンズを通さずに見た大洲島はあんたの目にどう映ったじゃろうか。